にちは、こんばんは、バシヒデです。ってことでですね、今日はですね、こちらスマートフォン用のスタビライザー、ジユンのスムース Q2 というものを購入したので、開封、そしてね、ちょこっとだけね、レビューしていこうかなと思います。はい。で、実際にこれを使った動画っていうのは、この動画の次にね、編集していこうと思いますので、今日はまあ開封とね、一体どんなものなのかっていうのをね、ご覧いただければいいかなと思います。ジユンのスムース Q2 でございます。はい。で、まずこのスムース Q2 を開ける前にですね、どうして僕がこのスタビライザーを買ったのかというと、バシヒデ、この間スタビライザー買ったじゃないかって思う人もいるじゃないですか。それがこの We Will Love っていうね、やつね。これはまあ一眼レフカメラとか、まあコンデジとかね、まあ一応スマホもつけれるんだけど、主にはまあ一眼レフとかね、コンデジとかね、乗っけるやつなんだけど、予想以上に使わないなっていう感じ。もうかっこいいなと思って買ったんですけど、予想以上にちょっと使わなかったな。まあ今後ね、使う可能性あると思うんで大事に売ったりはしないですけど、そう、予想以上にちょっとね、重たいっていうのもね、あって、コンパクトさがなくてね、旅行に行くのにもちょっとね、かさばるんでっていう感じはあるのね、まず一つね。で、もう一個、あのスマートフォン用のスタビライザー持ってるんですよ、実は。これがね、ジューンのスムース Q ってやつね。今回のが2なので、これがオリジナル。このね、オリジナルを持ってるんですけども、これ2年ぐらい前に買ったのね。もう壊れちゃいました。しかも全然使ってないのに、使ったのがね、2、3回しか使ってないんだよね。のにですね、もうダメ、全然言うこと聞かないの、この子ったら。本当にね、なので、もう充電も今してないし、電源も入んない状態なんですけど、キャリブレーションって言ってね、こう形を整えて、こうなんていうのかな、動きをね、このコンピューターに覚えさせるみたいなね、やつをやってもダメ、何度やってもダメ。もうね、こうスマホを置いとくと自然にこうピョンピョン傾いちゃうんだよね。でもうダメだと。で、やっぱり旅行とか行く時には、このスマホでね、撮影するとか、コンパクトなね、カメラの方がやっぱいいんですよね。一眼レフ持って歩くのもいいんだけど、結構重たいからね。そう、僕はスマホとかコンデジの方が旅行とかには向いてるかなっていうのもあってですね、まあ、スマートフォン用のスタビライザーはもう常に携帯しておきたいと思っている人なんですよ。で、これがもう壊れてしまったと。修理出すんだったら新しいもん買おうかなと思って、なんかいろいろ探してたんです。そしたらですね、このジユンのスムース Q2 がどうやら出るということで、今回買いました。はい。ちょっとね、奮発ですよね、僕としては。はい。なのでちょっとね、今回こう開けていこうかなと思うんですけど、だいぶね、パワーアップされたみたいですね。スムース Q からいろいろね、学んだものを経て、それ以外にもね、いろいろスタビライザーね、ジユンが出してきてからのスムース Q2 なので、結構僕としてはかなり期待してます。はい。ね、コンパクトにもなって、ポケットに入るサイズとかね、いうのが売りで、でモーターもね、かなりパワーアップしてて、タイプ C 充電ポートがついていたりしてですね、かなり良くなったとね、パワーアップしたということでですね、購入を決めまして、今回買いました。はい。あ、ごめん、ちょっとここに置く、この辺だと光っちゃう。はい。なので、ちょっと今ね、このように開封していますけれどもね、はい、いやいやいや。で、今度ちょっとね、年に1回旅行に出かけてるんです。年2回か、年に1回3連泊で、年に1回1泊っていう旅行を毎年毎年行っていてですね、で今回ちょっとその流れでですね、まあ、旅行に行く計画を立ててまして、まあ、その時にね、やっぱカメラをいろんなね、ものを撮ったりね、撮影したりする予定もあるので、はい、というのもね、そういう思いもあってですね、今回購入に至りました。お、すごい箱が、ででーん、見えますかね、こうしっかりとしたね、こう箱に入っていて、で説明書と
とサービスカードが入ってます。はい。でですね、実際これを取り出してみると、お、こういうかなりコンパクトだね。もうオリジナルのやつと比べてもね、だいぶ大きさがもうほぼ半分になってますね。うん、本当にポケットサイズだね。はい。しかも自立するっていうんでしょ、これ自立、まあ、自立って土台がなくても立つ、もう立ってるわ。もう自立してますね、こんな感じでね。はい、ね、だいぶコンパクトになってますね。うん、期待できそうです。フォルダーがついてます、スマートフォン用のフォルダー。これをこうガシャッと合体させるんですね。合体させますね、後でね、やります。で、付属品でストラップと、あと USB-C ケーブルですね、Type-C、 Type-C ケーブルで、反対側が普通のごくある USB、 これで充電等を行うということですね。はい、じゃあ早速ですが、スマートフォンを、まあスマートフォンをこうつけますよね。で、あとはここに対応させるんだけど、なかなか使ってない。こういうの俺ね、結構不吉祥でね、不吉祥さんなので、なかなか気に入ってないな。解除して、あ、そうか、こっちが上ね、上下あるのね。あ、ちゃんと上って矢印書いてある、ちゃんと矢印シールが書いてあります。もう一回トライ、もう一回トライ。よいしょ。で、これを上を上にして、つけづらいんですけど、これはまあ俺が悪いんだな。あ、なるほど。はい、こういう風にね、挟み込んで、矢印がね、こう上って書いてあるシールがあるので、ここにね、シールがあるので、これをこう合わせる感じで、こうスライドさせてくっつけて、でロックをキュッと締めると、うん、形としてはこんな感じか。おお、なるほどね。はい、電源を入れていきます。お、来た、来ましたね。来たけど、来たけどよくわかんない、ね、お、来た来た、おお、こうね。はいはい、来ました来ました。よいしょよいしょ。多分ね、これアプリがね、あって ZY プレイ、まあ、自由のね、アプリがあるんで、これを開くんでしょうね。これを開いて、スムース Q2 コンタクトナウ接続ペアリングとかってやるんだよね。かな。お、来ました来ました。お、素晴らしい。こういう感じか。ほら、こういう感じですね。おお、お、すげえ。これはいいぞ。これはかなりいいぞ。おお、使ってみた感じかなりいいですね。もうややこしいことがないですね。このスムースキュー1の時はもうすごい暴れちゃってね、ぐるんぐるん、ぐるんぐるんなっちゃってたけど、そういうことが今んとこないね。あとね、今回はね、この、今ちょっと開けてしまってるんですけども、シューアダプターね、はい。カメラ延長ブラケットシューアダプターもゲットしました。これ理由があってですね、このジユンをこうやって持って映しながら、このね、シュアの MV88 をつけたかったんです。どうしても。もうこれのために買ったって言っても過言ではないですね。うん。どうしてもね、これ、シュアーの、ちょっとマンフロントのね、やつなのかな。これ、シュアーの MV88 をキットで買ったんですけど、このね、この自撮り棒的なこのやつでも、
シュアのやつでも、まあ悪くはないんですけど、悪くはないんですけど、やっぱスタビライザーほどの安定感はないということでですね、今回はこのスタビライザーにつけることができるこういうアダプターをね購入しました。はい、そんなにね値段もね高くないんですね。これ1380円なので非常にお買い求めやすくてですね、そして同じねメーカーのこれウランズイっていうのかな、ウランズイで、ちょっとジユンと多分もう提携してるような感じあんのかな、もう箱とかもほぼジユンにデザイン似てますけど、それのねまあこのミニハンドルね、このミニ三脚だね、三脚ももうこれも安いんで880円なんですけど、もうねこれも買いました。これなんか今回ねポイントがねついててね、ちょっとこれはほぼ無料みたいなね、ギフトっぽくね買えましたけどね、ラッキーだった。これだけこのねシューブラケットだけはまあ1380円かかりましたけど、はい、というねアマゾンで買いましたんでね、はい、これをどうやって使うのかな、これ使い方がわからないぞ。はい、ね形としてはねこういう形になりますね。これ三脚があって、でその三脚のと三脚とスタビライザーの間にこのブラケットシューをかましてですね、でそのねシューのこれシューがね3つ使えることになるんだよね、こことこことあと上ね、なのでここにねもう1個つけてLED 照明とかをつけてもいいし、まあ、マイクを横向きにして、ね、上に LED をつけてもいいしっていうね、こういうセット、まあ、キットになるんでね、こういうキットに、はい、だから非常にいいかなと思って、で僕街でね結構音を集めたりするのが趣味だったりするんで、変な趣味でしょそう、音をね集めてエイブルトンで編集してサウンドを作ってたりもするんで、まあそういうことにも使えるかなと思ってね、うん、非常にこのセットで欲しかったんですね。はい、これ良さそうだな。はい、これを持ってねちょっと来週かな、ちょっと沖縄に行きますんでね、どんな絵が撮れるか分かんないですけど、はい、今日はね、ジユンの、スムースQ2っていうねスタビライザーを購入しましたっていうね映像でした。ちょっとねちゃんとしたね開封レビューできなくてすいません。ちょっとなんかただお見せしただけみたいになっちゃいましたけど、はい、ね、これね安かったよ、17,050円、Amazon の方でね、でなんかいろいろね、なんか800いくらかねポイントついてですね、結果的にそのね三脚はタダだったね。はい、結果的にねそういうねなんかお得なキャンペーンみたいなのもやってる場合もあるんでね、ちょっともしかしたら、お得な買い物ができるかもしれませんので、ぜひぜひ皆さん買ってみてはいかがでしょうか。それではね今日のところはお別れしたいと思います。バシーデでした。これをね持ってちょっと外に撮影に行こうかなと思ってんで、それをねまとめた動画をまたね後日、お届けできればいいかなと思います。多分次になるかな、次の次になるかな、ちょっと予定は未定ですけど、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。あ、すいません。最近17ライブやってますんで、もしよかったらそっちの方も見てね。バイチャ。ほいらねえわ。カット。あ、やっぱちょっと斜めになっちゃったりする時もある。おお。手でね、直せば。なるか。キャリブレーションとかっていうねややこしい設定がなくなったっていうのはいいですね。もう電源を入れればすぐにスタビライザーとして使えるようになるんでいいですね。よ720p になっちゃってるの、これ変えたかったんだけどな、設定。これ自由なアプリで撮ってるんですけど、解像度とかもね 720p30fps とか 4K モードとかに変えることができますので、はい、
充電なくなってきちゃったな。こんな感じですね、まあ、とりあえずは。まあカメラの質はこれ iPhoneX なのでね、あれなんですけど、手ぶれはやっぱさすがに全然しないですね。はい、また後ほど外でのね動画次回撮ってみたいと思います。ピース。